第五代ニューカッスルイコールアンダーイコールライン公爵、ヘンリー・ペラム・ファインズ・ペラム・クリントンは、イギリスの政治家、貴族、ビクトリア・朝前期から中期にかけて、保守党、ピール派、自由党と党派を移しながら閣僚職を歴任した。ピール内閣在任中には、アルバート公と連携して、コーンウォール公領改革に貢献した。1851年に位を継承する前まで、 林間伯爵の儀礼称号を使用した。第四代入滑するイコールアンダーイコールライン。公爵ヘンリー・ペラム・クリントンとその妻ジョージナの長男として生まれる。イートン校を経て、オックスフォード大学、クライスト・チャーチで学ぶ。ウィリアム・グラッドストーンとは、オックスフォード大学で学友だった。グラッドストーンが、学内の討論クラブで行った演説に共感し、父、入滑する校に頼み込んで、 ニューカッスル港の強い影響下にあるニューアーク選挙区からのグラントストーンの出馬の根回しを行った。1832年から1846年にかけて父、ニューカッスル港の強い影響下にある南ノッティンガムシャー選挙区から選出されて保守党所属の庶民委員を務める。1841年から1846年にかけて第二次ピール内閣の木材。 森林長官を務めた。折しも、王廃、アルバート公が急兵な官令だらけのコーンウォール公領の改革を求めたため、ピール首相は林間伯爵をその担当、連絡役とした。アルバート公と林間は、ピール首相と連携しつつ、コーンウォール州に利害関係を有する貴族と接触を進めた後、1844年、コーンウォール公領法を成立させて、 公領改革に成功している。また、彼は続く1846年中にアイルランド担当大臣を務めた。1846年の穀物法廃止をめぐる保守党の分裂では自由貿易派のピール派を支持したが、これにより保護貿易派を支持していた父、入荷する校から絶縁を宣告され、父の工作で南ノッティンガム選挙区において落選に追い込まれた。代わって、 ホルカークバラ選挙区から当選する。1851年1月の父の死去に伴い、第5代入荷する公爵位を継承し、貴族院議員に列した。父とは、臨終直前に和解できた。1852年12月にピール派とホイッ党の連立政権アバディーン伯爵内閣が発足すると、ピール派からの閣僚の一人として、陸軍、植民地大臣に就任した。 クリミア戦争で対ロシア参戦するか否かをめぐる論争ではピール派としては珍しく参戦派に属した。この論争は最終的に入荷するコーラ参戦派が制した。しかしクリミア戦争の泥沼化により彼の陸軍大臣としての戦争指導は批判にさらされた。そのため神経過敏となり1855年1月にアバディーン伯爵が 首相職を辞すると内閣を離れる決意を固めた。アバディーン白爵に代わってパーマストン子爵がビクトリア女王より組閣の対面を受けたが、この際に女王はアバディーン白爵と入閣する公爵を内閣から外すようパーマストン子爵に命じている。アバディーン白爵と入閣する公爵自身も戦争指導の失敗に責任を感じており、 後継内閣の問題に直接関わろうとしなかった。ピール派の長老政治家さ、ジェームズ・グラハム順断施が病気で、第一線を退くと、グラッドストーンやシドニー・ハーバートと共に、ドーハの指導的存在となった。1859年には、ホイック党とピール派が合同して自由党が結成され、自由党政権の第二次、パーマストン施策内閣が成立。 入閣する校は、道内閣に植民地大臣として入閣したが、体調を悪化させて1864年4月に辞職。同年10月18日に死去した、公爵夫人、スーザン。第4代王法度伯爵と駆け落ちした。1832年に、スーザン・ハミルトンと結婚し、彼女との間に、以下の5子を設けた。夫妻仲が悪化した後、 スーザン夫人が第四代オーォード伯爵の子を身ごもっていることが発覚してスキャンダルとなった。その結果、公爵夫妻は1850年に離婚した。ありがとうございます。